広島のメンヘラといえばまっちゃん。ありがとうございます。高校3年生ピンク色担当宮本なつきです。よろしくお願いします。なっちゃん。高校1年生ミツロ担当桜井桃です。よろしくお願いします。桃。はい、あなたを照らすあかり。ありがとうございます。高校3年生アレッジ担当の宮下あかりです。よろしくお願いします。あかり。つけれなくなった。やっぱつけてつけれなくなった。胸元かな。この格好で申し訳ないんですけど、1月21日にこの水色の子の桜井桃ちゃんの生誕祭があるんですけど、桜井桃ちゃんであのカンパをありがとう今も募集物販で募集してるんで、よかったらお願いします。お願いします。ステッカーがね選べるんですよ。3種類の3種類あの写真かわいいイラスト写真そう T シャツとね同じ入ってもらいました。めっちゃ可愛い。あれマジスマホケース挟みたいぐらい可愛い。まあどれが欲しいかあるのがなんか自分で欲しいスカを選んだらもらえるんで、本当によかったらお願いします。お願いします。それでは次の曲いきましょう。それでは聴いてください。スーパースター。
日曜日はポパピプペポパネオがピースカフェさんであります。イエーイ。あ、今年初のスポンサーかな。うん、そうですね。そっか。はい、そして、1月21日、は、桜井桃の生誕祭があります。イエーイ。楽しみだね。もう絶対おもろいやん。来週、もう来週、やばいね、やばい、もう来週だ、ね、時間がないので来れる人はみんなチケットを取ってください。お願いします。それではこの後のライブを盛り上げていきましょう。以上、私たちがもみじ学院でした。